Hello, welcome to Formula Drift Japan 2018 round one here in Suzuka. Right now we have the beautiful weather. My name is Michael and I'm going to have a little interview with some of the drivers here in Suzuka. And today I have assistants. Let me introduce my beautiful assistants. Her name is... Hi guys, my name is Akane Kayama. I am Motor Games Support Guards 2018. Work hard. Please call me Akaemon. Akaemon? Yeah. Alright. Thank you. So, okay, so she speaks English, I speak English. We're gonna have a good time. Let's go for a little interview over there. I don't know, let's go. 山下浩一です。山下浩一です。今年の体制教えていただけますか？今年も変わらず、まあ、去年、おととしもずっと、この車のウェルドの、体制で、チームウェルドで行きます。So he's competing with this car, the Weld, the same as the last year. He's gonna do the best this year again. 今シーズン変わったこと、何かありますか？そうですね、去年と変わったのはタイヤ、足、はい、でエンジンはほぼ変わってないですぐらいが大きなところですね、やっぱり、はい、So the only difference is the tire and the suspension is different than last year、では今年の意気込み と,、マシンの調子もうちょっと教えていただければ。昨日練習走行走ってちょっとトラブルが出てたので、いつもテストしてるときは出ないんですよ。なるほど。で、なんか知らないけど現場に来ると出るんですね。またなんか面白くて、そういうのが。で、治ったんで、で最後走ったときには完璧になったんで、マシンは絶好調ですよ。で、まあ今年はまあ向こう行ったから。あがいちゃんなんか聞きたいことあれば。はい、そうですね。そうですね、走ってる時の、そのドリフトしてる時はどういう感じなんですか？乗ったことがないんですけど、目が回らないですか？全然回らないですね。多分フィギュアスケートなんかでもそうだと思う。あれぐるぐる回っても回らないんですけど、やっぱ最初助手席に乗るとね、目回るんですよ。あ、自分で運転してると大丈夫なんですか？そう、やっぱ目線が大事なんで。ドリフトって結構いろんな目線が大事なんで、目線をそういうところに置いていくと、その場をこう見ちゃうと前回っちゃう。次って見ていくと回らない。その目線は大事ですよ。そうなんですね。助手席に乗るときもこう見といたから目回らない。あー、なるほど。じゃあぜひ今度乗せてください。ぜひ乗ってください。お願いします。はい、膝の上もうキャーキャー言わせます。そう、いや、ありがとうございました。頑張ります。今年も去年ここ優勝してるんで。ですよね。頑張ってください。今年も優勝できるように頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。応援してます。すみません、お願いします。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。 So there's a lady driver here in Formula Drift Japan. Her name is Minowa Masayo.Please introduce, 自己紹介を。お願いします。ゼッケン168番、箕輪正代です。昨年から、メーカーエントリーして頑張ってます。よろしくお願いします。あかねちゃん、なんか、はい、女性のドライバーなので、はい、聞きたいことがあれば。やっぱ同じ女性がやってるってことはすごい嬉しいので、そのきっかけ、始めたきっかけを少し教えていただけたら。旦那さんもやってて今一緒に出ているので、はいはいはい、それで始めた感じですね。すごいですね。車はもともと好きだったんですか？車あんまり興味なくて、ドリフトは興味があったんですけど、車は興味がなくて、っていう感じでドリフト始めた。そうなんですね。今年、去年と今年の、はい、まあ、体制、今年の体制ってどんな感じですか？体制、チームですか？チームとか、あと車の体制とか、なんか去年から変わったこと？車自体は変わってないんですけど、まあ、ちょっとタイヤを変えたりしたぐらいですかね。調子はどうですか？調子、気持ち的には調子はいいですけど、ちょっとまだなかなかうまく走れてるかというと難しいかな。